どうもこんにちは、ランパパでございます。 Amazon のブラックフライデーもいよいよ終盤にね差し掛かってまいりました。今回はですね、私も使ったことがある、エネルギー補給とかね、あのプロテイン系の、飲食物、そういったものについてねご紹介をしたいと思っています。ではね、早速行ってみましょう。まず最初はですね、トレイルランナーにはねおなじみですけれども、トップスピード、これもね安くなっています。トップスピードはね、あのスズメバチのエキスが配合されていて、まあカフェインも入っているのでですね、あのもう疲れてね、あの動きがね止まってきた時にこう飲むとシャキッとすると、そういった商品ですね。私もね1個ストックがねあったんですけれども、これね、あの当時買った時はすごい高かったですね。616円、税込みで616円だったんですけれども、今回ねこれが12個入りで5658円で、ここには書いてないんですけど1個換算だと470円ですね。でかなり安くなってます。1個あたり150円近くね安くなっているので、かなりこれはお得だと思いますね。ロングレースをねたくさん走られる方は、まあ、あの短いレースだとねあまり使う機会ないかもしれないんですけれども、ロングレースねたくさん出られる方は、こういうの買っててもいいんじゃないかなと思います。続いては、まあ、おなじみの商品ですけれども、速攻元気ですね。エネルギーチャージを行う、ゼリーですけれども、こちらが、36個入りで5062円ですね。でこれ1個換算だと約140円になります。一時期はねもう少し安い時期もあったんですけれども、最近は値上がりもしていて、こういうゼリー系かなりですね高くなってきてますよね。ドラッグストアなんかでね寄っても行っても税込みで160円ぐらいするのがですね当たり前になってきているので、まあそういった中でね、あの税込み1個140円っていうのはね安いかなというふうに思います。速攻元気に関してはエネルギーチャージ以外にもですね、アミノ酸ロイヤルゼリーとかですね、他のバージョンのものもですねお安くなっていたので、まあ、もし興味のある方は、検索して覗いてみてはいかがかなと思います。で続いてはバームですね。まあ、バームといったら、まあ、おなじみですけれども、まあ、体脂肪を減らすのをですね助ける、ものですけれども、それのねゼリーがですね、安くなっていますね。これが24個入りで3440円、1個あたり143円ですね。はい。でゼリー以外でこのアスリートパウダーですね、これはあの水に溶かして飲むタイプのものになります。これも安くなってましたね。でこれはですね、私も以前買ったことがあるんですけど、これが確か、2000円以上はしたんですよね。あ、これ書いてますよね。過去価格2163円。はい。ですので、かなりこれも頑張った価格になっていますので、もしね、興味のある方は、試してみてはいかがかなと思います。続いては、明治の果汁グミですね。こちらはまあお菓子なんですけれども、これがね意外と補給食にはですね向いてると思うんですよね。で私もですねストックがねいくつか あるんですけれども、これ1個エネルギーが179キロカロリーあるんですよ。味もブドウ以外にもみかんとかマスカット、レモンですかね。であとアソートなんかもありますし、まあ、いろいろね味もあるので飽きが来ないという面でもねいいかなと思いますので、まあ、ウルトラマラソンとかロングトレイルとかねそういうのにね持ち運ぶのはいいかなと思いますね。あと安いっていうのもねいいですよね。でこれが10個入りですけど、1袋あたり105円ということでかなりお安くなってますね。続いてはポッカのねキレートレモンクエン酸2700ゼリーですね。まあ、これもドラッグストアなんかでよく見かける商品ですよね。でクエン酸はあの運動前とかに飲むとエネルギー補給をですねサポートしてくれたりとか、あと運動後に飲むとこう、疲労回復を早めたりとかですね、そういった、ね、効果があるので、まあ、ランナーにもねおすすめかなと思います。はい。
これが、まあ、6個入りという結構、コンパクトなね、あの個数で売られていて、1個あたりね、138円ですね。うん、で続いてプロテイン系ですけれども、まあ、これもおなじみのザバスのミルクプロテインですね。あの1本で 15g のタンパク質が入っているというものですね。ここに出ているのはココア味ですけれども、これが24本入りで2731円ですね。1本価格だと114円ですね。これもね、なかなか、ドラッグストアとかで言ってもね、だいたい税込みで150円近くね、するので、ね、これが税込みで114円なので、これもかなりお得かなと思いますね。で、同じミルクプロテインで、あの、タンパク質がね、20g 入ってるもの、これもね、お安くなってますね。これが、3795円、1個あたり158円ですね。はい、で最後に紹介するのは日清シスコのゴログラですね。これグラノーラですけれども、まあ、あの1食 50g にあの牛乳を 200ml ぐらいかけると大体プロテインが 19g ぐらい取れますよというような商品になります。で私あの朝はほぼほぼグラノーラを食べるのでね、この5、6g もね、よく食べています。で、朝私、あの5時ぐらいにランニングを始めて、6時過ぎぐらいに終わって朝ごはん食べるんですけれども、その時にね、グラノーラ食べるので、こういう時にね、あのタンパク質の補給に、こういったね、プロテインがたくさん入っているものを食べるっていうのはね、すごくありかなと思いますね。タンパク質補給するためにですね。普段はあのプロテインのドリンクをですね飲むんですけれども、まあ、その代わりにねこういったゴログラ食べるのはねありかなと思うので、ちょっとねこれはね買ってみようかなと思ってます。はい、はい、ということでですね、今回は私も使ったことがある、まあ、ランナー向きの食品をですねいくつかご紹介いたしました。まあ、これ以外にもね、あのたくさんまだまだ、商品安くなっているものあると思いますので、まあ、一度覗いてみて、こうあのね、前欲しかったけど高くて買えなかったものとかね、そういうの価格チェックして安かったらね、あのポチってみるっていうのもありかなと思います。今回の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また日々のランニングのログをストラバにねアップしていますので、概要欄にリンクをね貼っていますので、もしよろしければそちらもフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。